かの誕生日よいやはやいやはや振動強化10日間ほどコロナウイルスに感染し床に伏せておりましたが無事復活いたしました。いやー本当にしんどかった。もう今日はねこの10日間の話をしようと思っている。もう今ね絶賛かかってる人もいるんでないかな。いやーしんどいよね。しんどかった、本当にしんどかった。あのまあただの風邪レベルだったっていう人もいるのかもしれないですけど、いやーあの私はあのそうとは思いませんでございました。でもってでも私の症状ってしんどかったはしんどかったんだけどね、もう軽症だからね。いやこれは本当にもう二度とかかりたくないでね。そう、何がしんどかったっていうとちょっとこの話していこうと思うんだけど、まずねざっくり症状は高熱とあと喉痛と、まあ、咳とかは出なかった、咳は出なかった、喉の痛さとあとは湿疹とか、まあ、大きくこの3つだったかなっていう感じなんだけど、もうね高熱は3日目ぐらいまで、まあ、上がったり下がったりが続いて、で2日目ぐらいから喉が痛くなって、もうその喉がさもう普通の風邪の赤さでなくてさ、もうブヨブヨに腫れて、もう喉チンコが埋まるぐらい腫れて真っ赤になって、であとなんか口内炎みたいなのがいくつかできて、もう本当に唾飲むのしんどくて、でもご飯も1週間ぐらい食べれなかったもんだから3キロ痩せたの。今もう食べれるようになったから 1,2 キロぐらい戻ったんだけど、もうね体力がすごく減った感じがする。そうでさ、何がしんどかったってさ、病院が全然行けなくて、まあ、これは地域さんのかもしんないけどさ、もう全どこ電話しても初診ダメですとか、今日の患者さんもいっぱいなので受けられませんとか、もうそもそもコロナっぽい人はね、なんか受け入れがなんか難しい感じがした。そう、でもどうにかして、私の場合は最終的に病院行けたんだけど、その病院行ったのもね、もうたまたまっちゅうかね、なんかその3日目の時にナイトドクターで自宅で PCR 検査を受けたんだ。で受けたんだけどそれが陰性だったわけね。で陰性かと思って、でも逆に陰性だからこそ病院に行けたりとかするなと思って耳鼻咽喉科にその後に行ったのよ。で耳鼻咽喉科に行って、でこう喉を陰性だったんですっていう風に言ったんだけど、先生に喉見せたら、あもうこれはコロナの腫れ方だねってもうすぐ言われて、でもう PCR 検査されないでって、もう鼻にブーってこうぶさされてね、そしたら15分後ぐらいに、あこれ陽性でしたっていう風に診断されて、もう薬大量にもらって帰ってきたみたいな。でも病院の薬をね飲んだらね、もうすぐ良くなった。本当に1週間ぐらいもう喉と高熱でしんどい思いしてたんだけど、1週間経ってやっとこうそう薬にありつけて、もうそっからは早かったかなっていう感じでした。でも本当にマックス10日休んだって感じ。そうでさ、昨日から外出ができるようになったんだけど、もう体力もなくなってるからさ、本当にちょっと外出るだけでしんどくてしんどくて、であとあれよ、ご飯食べれるようになったのはいいんだけどね、もうやっぱり1週間ぐらい固形物を食べてなかったからさ、ご飯量が入らなくなっちゃって、もうちょっと食べただけでもうお腹いっぱいとか気持ち悪くなるみたいな。だからちょっと胃薬とか飲みながらそうご飯を食べてる。なんだそれ。飯ご飯好きだからさ、いっぱい食べたいんだけど、なんかあんまりそのご飯の感動はまだない。でも味覚症状とか嗅覚とか失われてるわけでなくて、まあ喉とか鼻詰まってた時はもうもちろんちょっと味もなかったんだけど、もう治ったらもう味覚も嗅覚も全然あるし、後遺症っていう後遺症はなかったんじゃないかなっていう感じ。でも本当にそのマックスでしんどかったのがその1週間
だから1週間もう結構苦しんでた。でもこれ軽症だからね、もう信じらんない。もう二度の本当になりたくないわ。もう無理だ無理だ嫌だね、っていう感じでございました。なんか喋り足りないことがあるような気がするんだけど、まあ本当はどこでかかったっていうのはでももうわからん。もうありがたいことにお仕事もちょっと増えてきたんだけども、まあ増えてくるとね、やっぱいろんな方と出会うわけだから、いやもうどこでもらってきてもおかしくないし、もう本当に私も気をつけてはいたんだけども、ついにもらってしまいましたよ。でもなってしまったらもう本当にもうなってしまったらもうしょうがないし、もうただ本当に病院に行けるか行けないかでだいぶしんどさが変わってくるんじゃないかなっていう風に感じました。でも皆さんはすごいあの多分心配してくださったと思うんですけども、こう無理しないでねみたいな ありがたいコメントとかもいただいたんですけども、あの全然もう無理とか できない、もう無理無理。そうで、私のモットーとしてはこの T シャツにも書いてある通り、疲れたらすぐ休め。いや、そう思って生きておりますんで、もう疲れたらすぐ休みます、はい、意外に休んでますからね。えでもね、心配してくださった方々本当にありがとうございます。ご覧のように元気に復活できましたので、動画をこれからまたバンバン出していけたらなというふうに思います。はい、あ、なんか言うことあったっけ、なんかあった、あったかな、あんね、多分大丈夫だわ。はい、とりあえず皆さんご心配かけました、本当にありがとうございます。ではまた元気な姿でこれからもお会いしましょう。ありがとうございました。ではまずバイバイ、ねね、うい。